最荷城は戦国時代に現在の和歌山県和歌山市和歌浦中山頂を目付近に存在した日本の城、妙県山城とも呼ばれた。洋田町の妙剣道この城は鈴木茂が築いた城で妙剣山城に妙剣道が建つ岡山城の北側に千城時期と呼ばれる大城地があり、ここに居城を構えた。それを中心に東に侍屋敷、 西は町屋を置いて、中世の城下町を形成していたと思われている。いつの頃まで存在したのかは不明であるが、遅くとも秀吉が、奇襲征伐をする1585年には、廃城となっていたであろうと推察される。和歌山市の一部にあたる最下地方は、十が、里、最下省、中郷、宮里、南郷の五が里からなる。鈴木市、土橋市。 下村市、栗村市、松江市、宮本白らが続投を作り最下州となった。鈴木茂秀は最下州を代表するものであった。最下地方は、京に近く戦乱の影響を受けやすかったのに加え、畠山市、山梨、大内市が紀の国市ごとなったが、実質的支配ではなかったことが、民衆の自立心を育て、そうによる抗議的政治運営が発達する。 平時は、高知や漁業に従事し、合戦があるたびに団結して力を発揮していた。また、早くから、一向層の信仰が広まったこともあって、精神的な寄り所ともなっていた。それ以上に、大阪という金傍にある武力を持った、宗教勢力として、同盟的な意味もあったのではないかと推測できる。ただし、宮里、中郷、南郷は、根頃寺の影響を強く受けており、 一枚岩ではなかった。妙見山からの帳簿、君寺方向を撮影最下上の推定上角部分、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成最下集の力が世に伝わったのが、天正5年2月の信長の奇襲攻めの時である。石山合戦の時に、採下州は石山本願寺の権与に攻撃していた。 射撃法を取得していた、西賀州の軍事力は強力で、この時、鈴木修芸の息子、鈴木孫一が、西賀州の党首となり、雑賀城の上司となっていた。賢与は、詐欺の森に来て、西賀州に、さらなる火星を養成しに来た。これを知った、織田信長は、息子の織田信忠、織田信を、織田信高、橋場秀吉、佐久間信盛、滝川一真すらの大軍を、 最下方面に出軍させた。この時、西賀まご市は県名、最下城の近くにある、渡る金寺山に隠し、本人を、最下城としまりに、多くの城塞を築いて、織田信長軍に備えた。天正五年二月、織田信長軍に対して、西賀州は、奇襲戦法で一度はどかすことができた。この時に、野宮神社、野宮神社で勝利を祝って踊ったと伝わっているのが、 最下踊りである。一度は鉄砲に苦戦し退却した織田信長軍も再び総攻撃をかけた。二度も大攻勢を受けた、西賀衆は余力がほとんど残っておらず、織田信長に忠誠を誓うことになる。鈴木主芸は東道高虎の計りごとに陥り、小川で切腹。最下城も落城したと思われている。一方、鈴木孫一は橋場秀長に仕え、後に、 石田三成に仕えたと伝わっている。最下城は明確な車が残っておらず、古城跡の面影は、ほとんど見られない。日本城郭体系によると、城よりも団結を重視した一族であった、ためではなかったと解説している。現在、病健山の山麓には、紀伊藩初大藩主、徳川頼信の母用おたま院の位牌を安置するため、 建てられた洋主寺や白牛への入り口には上石山公園がある。洋玉寺の本堂。ありがとうございます。